はい。それではですね、今日もやっていこうと思います。えヤ、ー、トさん、いつもコメントをいただきまして、ありがとうございます。えヤはやとさんからですね、またコメントをいただいたんですけれども、えニュー羽生くんの新しいプログラム、どうなるのか楽しみですよね、と。うん。あのー、千と千尋の神隠しで滑ってほしいなっていうね、内容だったかと思うんですけれども、また進化した演技、ジャンプ構成などにも興味がありますよね。ジャンプ構成、四回転アクセルを含めたものになるかどうか。 そこがね、あの、今回のその新型コロナの中でね、えー、試される部分かと思います。モチベーションが上げにくい。 どの試合に向けて、ねえー、やっていけばいいか分からないときに、一番、ね、逆に4回転アクセルに集中して練習できるっていう、ね、タイミングでもあると思うんで、まあ、そこら辺を、ね、どのようにそう羽生選手は考えているのかというところを注目ですよね。あえてこう試合に出ない作戦を、えー出ま出たえー、しましたので、もしかするとこっそり、ね、4回転アクセルを。 習得するためにかなりね、今、試合にこうもうねあの、グランドスラム、スーパースラム達成してますんで、もう試合でこうメダルを取る必要って今ないんですよね。えー、北京オリンピックだけにそこを集中すればいいっていうところで、まあ、やっぱり4回転アクセルというところ、これが本当にこうその、ねえー、練習できる格好のチャンス、絶好のチャンスになってくるというのがあると思うんですよね。4回転アクセルの練習するチャンスですね。なので まあ羽生選手もおそらく同じようなことを考えているんじゃないかと思うんですけれども、もしね、皆さんだったら、羽生選手だったら、えー、皆さんが羽生選手だったら、やっぱり4回転アクセル練習すると思うんですよね、こだわりの強いジャンプだと思うんでね、もちろん怪我の状態とかね、モチベーションとかによって変わってくると思うんですけれども、えー、こんないいチャンスはないということで、4回転アクセルジャンプに挑戦していくんじゃないかと、僕はすごく思ってますね。 あとは、ネイサンチェーンの,その動画とかを見て、対策を打つべきものについてね、えー、あのこう考えて、どのようなこうおあの今ね、えー、練習をしなければいけないのか、まあ、おそらくダンスっていうところが一つのね、えー、キーワードになってくるかなと僕は思ってます。これは、狩山選手や、そして今年、ダンスをね、結構取り組んでる人が多いんですよね。女子でいうと、紀平璃花選手とかもそうなんですけども、非常にこう、ダンスで、そしてコミカルで、 えー、さらにはこう、ちょっとアクロバッティングな動きも増えてきていると思うので、まあ、羽生選手もこういったそのダンスというところにこう、ねえー、注目をして、ですねちょっと動きを形成していくような感じをやっていく可能性があるんですね。単、え、語、ーまあ、でやるんじゃないかと僕は思ってるんですけれども、まあ、一方でフィギュアスケートのこう美しさっていうのは、何も単語とかっていうだけじゃありませんので、えー、羽生選手の美しいこうショパンのバラードみたいなね、そういったそのフィギュアスケートらしい、ねえー、演技っていうところもその、ね、一つのまあフィギュア そういったところをね、羽生選手は貫いていくのかなっていう感じもあると思うんで、まあ、それはそれで非常にいいかと思いますね。はい。4回転アクセル。まあ、それに技術に含めましては、技術に関しては4回転ルッツ。 をショートプログラムで入れるということと、えー、あとはですね、まあ、4回転アクセルに関しては、これはあのショートでは入れ,入れることできないんで、ショートに関しては、ちょっともう一回書きますけども、4回転ルッツを単独で入れて、えー、4回転サルクをトリプルトーループのコンビネーションジャンプですね、これをやるんじゃないかと僕は考えております。た、まあ、多分これだとそんなに負担がないんじゃないかと思いますね。えー、4回転トーループ、 にするか4回転ルッツにするか、まあ、2つね準備しておくということですね。えー、単独のジャンプ、4回転ルッツで。で、えー、4回転トールーたぶんそんなにね、羽生選手は4回転ルッツやることにはあんまり、ね、負担になんないんじゃないかと思ってます。ちょっとこう、ステッピングアウトとかしてしまう可能性もあるんですけれども、4回転ルッツの点数と4回転トーループの、ね、点数を鑑みてですね、えー、どっちがいいのかっていうところで、こう2つとも用意しておくっていうような施策を取っていくんじゃないかと。あまりにかなり4回転ルッツが得意だったら、4回転ルッツ、トリプルトール トーループっていうコンンビネションですねまあ、これもね、やってみたいジャンプですね。で、単独のジャンプを4回転ループにするみたいなもう超コミビニ構成みたいなね。それも一応考えられるんですけども、現実味としては4回転ルッツを単独にして、4回転サルコをトリプルトーループのコンビネーションにするのが一番ね、ショートプログラムでは分かりやすいのかなと思ってます。フリーに関しては4回転アクセルを一番最初に挑戦した後に、4回転ルッツ、そして、えー 4回転のフリップジャンプをやるかと。 <laughs> ちょっと4回転フリップね、これが決まってくれば、もう全種類の4回転ジャンプやることになるので、まあ、4回転フリップジャンプ、これをね、もうぶっちゃけちょっとね、アウトになってもいいんで、もうルッツっぽくなっちゃってもいいんで、やってみるといいんじゃないかと僕は思うんですけれどもね、はい、そんな感じですかね、うん。で、あと4回転ループ4回転サルコーみたいな、4回転のオンパレードをやっていくっていうような感じにしていくのか、まあ、スタミナっていうところがちょっとね、えー、重要になってくるので、そこの折りいをどうつけるかっていうところが、まあ重要かなと思ってます。あと 方のねえー、自分の体とのね、えー、その向き合い方ですね、まあ、それによってはやっぱり構成をいくつもね、えー、複数の構成っていうのを持っていくっていうところで、まあ、作戦をこう、ね、臨機応変に、えー、変えることができるというのが、まあ、作戦かと思います。複数のこう演技構成を作っておいて、えー、どの構成にしていくかっていうのを本番で、ね、決められるようにしていくっていう作戦も僕は、ね、今,なら今なら時間があるうちの今ならできることなんじゃないかと僕はすごく思いますね。 はいえー、それではちょっと引き続き読んでいくんですけれども、ライバルのネイサン,ン・ネーサンチェン選手の演技やジャンプを拝見すると、今や圧倒的なレベルです。もう本当ですね。うん、むしろネイサン・チェン、ちょっとね、4回転と、えー、ショートプログラムではですね、昔は4回転ルッツとね、えー、それから4回転フリップをね、えー、ショートプログラムで、ね、入れてたんですけれども、今のちょっと技術に関しては、ショートプログラムに関してはね、えー、4回転ルッツをやったり、4回転フリップをやった後に、2つの4回転ルッツ、4回転フリップ 同じ試合で同じショートプログラムで4回転ルッツフリップっていうのを入れてないんですよね。なんで、ちょっとね、あのー、去年から少し逆に技術下がったかなっていう印象あるんですけれども、あのショートプログラムとフリースケーティングのこの合計ですね、ショートとフリーの、えー、このですね、あの合計、これのね、 えー、凄ままじくなりましたこれが、うん、昔はねどっちかに偏りがあったんですけどもあのネイサンチェーンの進化した点っていうのがですね、まあ、もちろんショートの技術が少し下がったっていうのはあるんですけれども総合力これがあった。 圧倒的に上がりました。総合力ですね。もう一つ、ネイサン・チェーンの素晴らしい点を挙げるとするたらし,したらですね、この総合力になると思います。それ何が言いたいかと言いますと、何も技術面だけじゃなくて、表現面やスケーティング、そして精神面ですね、総合力の中の精神力、これが、ね、圧倒的に、ね、成長しました。うん、あのどの試合でもばらつきがなくなってきたというところがすごいと思います。はい そうですね、まあ、この精神力というところがやはりネイサン・チェンは少しかけてたというのがですね、やはり動かぬ証拠がありましてピョンチャンでのショートプログラムのミスですよね。これはあの別のあ、えー、と団体の、ね、ショートプログラムでもミスしましたし個人戦でもミスがありましたよね。なのの、ででやはりですね、あのショートプログラムが喫緊の 課題だったと思うんですけれども、このショートプログラムっていうのはです、ね、4年に一度のショートプログラムで、えーこうね、あのやっぱりこう4 2分50秒って短い、ね、非常にこう緊張する、濃密な大会であるがために、ですね、えー、それをこうクリアするためには、えー、もう本当にこう強靭のね、精神力が必要だと思うんですよで。北京で金メダルを取るためには、ね、ネイサン・チェンはこのショートプログラムで。 そういったところを見鑑みまして、えー、確かに四、ね、回転ルーツトリプルトウとか、ねえー、の後にあごめんなさに4回転ルーツの後に4回転フリップではなくて4回転トウループにしてし,してしまって技術的には下がったように見えるんですけれども実はです、ね、精神面がかなり上がったので圧倒的な完成度これが高まってきているというところを考え,考えるとかなり、ねえーまあ、試合にばらつきがないというところで、ねえー、非常にこう圧倒的な力を見せている。まあ、レベル 上が上ううれます、ねはいうんまあ、女子でいうとカロリーナ・コストナー選手なんかがね、えーまあ、トリのオ,オリンピックでねイタリアでこう期待されて、えー、ねあの失敗ショートプログラムで、ね、ガブリエルのオーボレで、ね、失敗してしまってその後ね2010年のバンクーバーで金メダルも期待されつつもですね、えー、大きく崩れてしまったっていうねところがあって精神面っていうところが本当に重要なんですよね。で あのその,後のですの、ねえー、ソチオリンピックではあの銅メダルにつながるんですけどもどうしたかというとです、ね、カロリーナ・コストナー選手は技術のレベルを下げたんですよね、少しね技術のレベルを下げて総合的にこう力を上げていく絶対にどのジャンプも決めていくというようなこう、えー、どの試合でもこうばらつきがないような作戦というのに変えたんですよね、まあ、それがやっぱりこう結果的にメダルにつながるということがありますので、まあ、そういう高い技術をやれば、ね、いいというわけでもないんですね、やっぱりね。 うん、ちょっと話しさてしまったんですけども、はいえー、34年前までの羽生くんだったらそんなに攻めたジャンプ構成にしなくても、えー、完成度で勝負がついてました本当ですよね、僕もそれあのだから次の北京オリンピックに関してはあのもちろん誰が失敗しないかっていうところももちろん大事かと思うんですけれども本当にこうレベルの高いジャンプやってそれを、ね、高い得点を高い需要、e、をつけなければいけないっていう本当にね 圧倒的にこう、もうアクロバットフィギュアになってます。はい。もう本当に難しいですね。もうなぜかっていうのは、一つが原因として考えられるのが、狩山くんの登場ですね。狩山選手の登場っていうのが圧倒的にね、あの、インパクトのある内容ですね。えー、なぜかというと、今は4回転最後と4回転等しかできないっていうのがあるんですけれども、フリップジャンプがね、圧倒的にすごいんですよ。で4回転フリップできますね。で、スタミナが素晴らしい。そしてもう一つとしてですね、あの、後半でトリプルアクセル飛べるんですけども、実は後半では4回転 とかサルコできるくらいの余裕な、ね、あのスタミナ力、力があるんですね。で、僕がすこれなんで吸うかっていうのは、これ徹底的な、ね、え動くの手法がありまして、トリプルルーツ、トリプルループを後半にやったことです。もうこれ見た瞬間、あと思いました。もうね、あいた口が塞がんなかったです、本当に。うん、あのこの、ね、トリプルルーツ、トリプルループがね、非常に美しかった、しかも後半にやってるんですね。前半にやっても難しいジャンプ、しかも4回転ジャンプにもね、難しいっていうふうにあの言われてるんですよ、トリプルルーツ、トリプル,ループって。 あ人によってはトリプルルース、トリプルループの方が4回転ジャンプは難しいっていう、ね、感じる人がいるんでこのトリプルルース、トリプルループっていう、ね、圧倒的に難しいジャンプを、えー、後半にしかもいとも簡単に飛んでしまった瞬間僕はね相手は口が塞がなかったですあっっていう感じで。 あ、と思いましたね、ね。本当に、ねえー、もうそんな感じなんでもうこの鍵山くんの登場によってですね、えー、超難しいジャンプをきれいにやるというね、えー、そういった超ハイレベルな、ねあのー、時代になってきていてこれは姉さんチーンも、えー、驚きを隠せないよ、ね、う、えー、ではないんでしょうかね。はい うん、で、えー、ちょっと続き読んでいくんですけれども、もうそれも危うい戦いになります本当なんですよね、もう本当に僕もだから、あのー、女子もね、トゥルソワが4回転ルッツは平,平気で飛んできますからね、4回転とト,トリプルともね、えー、レベルが上がりすぎて、フィやすくとケーですね、えー、これがね。 ミィーアムの名っていうところが、ね、みんなつけすぎてしまったから難しいジャンプをやるだけでは拍手されないですね難しいジャンプをやるだけでは拍手されない難しいジャンプをやって手を上げる他のジャンプだったりとか、ねえー、難しいコンビネーションにしたりとか、あのー、本当に工夫しなければいけない後半にこうして後半にやったりとかね疲れているところで綺麗にやらなければいけない本当に、ね、本当すごい時代になったんですど羽生くんに1つ言わせてみるとすごい素晴らしい点はですねあの年を重ねてもですねレベルが上がっている点なんですよ。 ここれれ圧圧倒倒的的なんですよこれ圧倒的ですすよだから僕、羽生君すごいと思ってるんですよあの。そこなんですよね、羽生選手の素晴らしい点というのは、技術の云々とかあるんですけれども、あの年を重ねてですねあのずっとこう上り調子なんですよね、まだまだ上があるんですよね、青天井なんですよ、羽生選手っていうのは。うん、だから、まあ、そういった意味であの 皆さんとね、比較できないんですね。比較するっていうことはもはやできないです。それだけこう、もちろんね、えー、トゥルスファーすごいとかね、ありますけども、だけど、それよりもすごい点っていうのが、継続ですよね。継続。続けていくことが素晴らしいと思うんですよ。もう,そう、ソチオリンピックで金取ってね、ピョンチャンで金取って、金,金取ってね、もうやめてもいいんじゃないかって思うところを、さらにこうね、進化続けようって、四回転アクセルやっていこう、えー、難しいのかやっていこう、ね、イサンチン倒していこう、北京オリンピック金を取ろうっとね、えー、こんな高いレベルになったとしても、こう、モチベーション高く維持をつ続けて、えー、こだわりね、 っていうその姿勢ですねそれが本当にね、もう羽生選手の素晴らしい点、本当、フィギュアスケートが好きなんだなっていうのを、ねえー、見て分かりますよね、もうそこがね、あのまずすごいと思うんで、もうぜひね、えー、北京で金メダルをってほしいなっていうふうにも思いますよね。 はいえー、それでも羽生君は昔から攻め、攻めの姿勢で守りに入りませんでしたというところ、本当にね、えー、僕も本当にもう見習わなければいけないんですけども、逆にこうリスクが大きくてね、難しいジャンプとかもやりまくってね、あの怪我のリスクも大きいの逆に本当にね、あ,のあんなこう足のじん帯の怪我をしてもね、続ける力っていうのは、本当にもう見習えないですね、もう逆にすごすぎて、本当にもう、うん、えー、先見の面があるというか、まあ、だから彼は今でも強い でしょうねえー、もうスピリチュアル的にもねやっぱりその感謝ちっちゃい頃にこう常にこう感謝をしてるっていうところね神社にお参りしたりとかね、えー、あんまりこう大小にこだわらずにこう あんまりこうね、えー、B 級試合だから別にっていう感じではなくてちっちゃい試合でもし,しっかりと国歌を大きな声で歌ったりとかねあのオリンピックだからちゃんとやるっていうんじゃなくてちっちゃな試合でもしっかりこうね、えー、国歌を大きな声で歌うっていうそこをねなんて言うんだろうあのあんま大小横横斜め右下ってあんまそのなんかこう区別しない点っていうところがね、えー、本当にこう日本人らしい素晴らしさっていうのはありますよねうんもうだから国民栄誉賞っていうところ本当にふさわしいなって本当にね思いますよねもうすごい点が が多すぎてね見習いないです本当にはい。うん 年齢も上がってきましたし、本当と、早田さんおっしゃってる通りで、あの、僕もね、ここ年齢っていうところやっぱありますので、こうつけがたいっていうのはあるんですよね。えー、みんな他の人に、ねよ、あの、どんどん下から出てきてるとあるんですけれども、でもこう、ずっと継続してきたっていうところがやっぱりあるので、そこでモチベーションを保ちながらね、さ、え、ら、ー、に上がっていこうってしているところ、本当にね、もう話しても話しても尽きないですよね。怪我にだけは気をつけて、あとは、あともう少しだけ彼を見ていたいですね。もう本当にね、もう、いや、もうね、えー すすすことがありすぎてですね、えー、日がねもう暮れちゃいそうなんですけどねもう本当にがに気をつけて、えー、4回転アクセルとかもね見ていきたいですし、まあ、今シーズンねどの試合に出てくるかって気になるところだと思うんですけどもねはいあとねあ先手の目ちょっともうちょっと お話をするとあの羽生選手あの日本にねあの講義の練習場戻したってありますのでこれね先見の夢だと思いました僕羽生選手が仙台で練習したっていうのはすごくね先見の夢があったと思いますあのやっぱり新型コロナでね、えー、日本とカナダねこう きすするのが難しいのがですね日本にいた方がむしろ得なんですよね。えー、というのも、スケートカナダは結局、ね、できなかったじゃないですか。ということは、次の試合というのはですね、やっぱりこう、日本、えーと、全日本選手権になるわけなんですよね。 その練習拠点を移すってことはですね、次北京オリンピック間で時差がですね少なくで済むんですよ。むしろ日本で練習した方が日本と中国って時差が時差がそんなにないと思うんですよね。えでもカナダとね中国の時差がたくさんあると思うんで、その時差っていうところを気にするのかなっていうふうに僕は思うんですよ。うん。まあそういったも含めまして、まあ今年はねグランプリシリーズも危ういからだったらそんなリスクを背負ってカナダにいるよりも日本にいて練習した方が四回転アクセルの成功率も高まるし、えそれから北京に向けても非常にいいんじゃないかというところある。 と思うんですよね僕は一瞬ね、えー、それも考えているので、まあ、先型の目っていうところでは、かなりね、羽生選手のこのね、先読みする力、ものすごいとのがあるんじゃないかと思います。はい。ということで、林さん、いつもコメントをいただきましてね、ありがとうございます。またね、コメントをいただくとね、盛り上がっていきますので、えー、またね、えー、コメントをいただけると嬉しく思います。それでは本日もコメント、えー、最後までご成長していただきまして、ありがとうございます。